それでは、えっちゃんに登場していただきます。えっちゃんはですね、色と言霊であなたの魅力を引き出すハッピーミラクルアーティストと言います。ハッピーミラクルアーティスト、聞いたことないですよね。そこの辺はご本人からですね、ゆっくりと、紹介していただきましょう。よろしくお願いします。それではえっちゃんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは、ひでさん。今日はよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。えっちゃん、お招きいただきましてありがとうございます。はい、やっと台風から逃れて帰ってまいりまして、ほっとしながらえっちゃんのこの笑顔を見れてよかったでございます。まず先にひでさん、本の出版本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。ねえ。思いの詰まった私も少し出させていただいて、いつも本当にごひいきにって感じです。ありがとうございます。いや本当にね、こちらこそです。もう本当にえっちゃんね、こんな感じで後でまたご紹介もさせていただきますので、えっちゃんもね、ここに素晴らしいメッセージを残していただいて、本当に花を添えていただきました。ありがとうございました。本当に本当に。今日は僕の本の宣伝のためにライブ配信をしているわけではございませんけど、まあでも軽くね、せっかくえっちゃんね登場いただいたんで、えっちゃんのプロフィールからまずご自身でね、いろいろとどんなことをされてるかだけちょっとお願いします。はい、ハッピーミラクルアーティスト武田悦子です。えっちゃんこと武田悦子です。よろしくお願いいたします。ハッピーミラクルアーティストって何って初めて聞く言葉だと思うので、何ですかってちょっとね、ニコッとっていうかプッって笑いながらね聞かれることがよくあるんですよ。でそれが狙いなんですよ。それがね、こう何してるんですかって興味持っていただける。でずっとこれを決めたのが5年前なんです。5年前の実は入院中に。5年前に私、足の手術をしまして、その入院中に、これからどうしようかと。で実はその前に、入院する前に、大きな、私にとっては大きな挫折がありました。で、今となったら、その挫折があったからこそ、もうまたすごいいい展開になったんですけれども、何をしようかって、こう入院中に考えたんですね。でその中で、あ、そうだそうだ、私はアーティストというこの言葉の響きにずっと憧れてた。でもこれを名乗るには私絵を描けるわけでもなく、歌が歌えるわけでもなく、楽器ができるわけでもなく、でもいいやん。名乗っちゃおうと。国家試験もいらんし、名乗るのは自由や。と思って、でどんなアーティストにしようかなと思ったら、そうだ、私が長いこと続けてて、こういろんな幸せなミラクルが起きてるのは言葉の力のおかげだと。で、言葉の力でハッピーなミラクルをたくさん作るっていう意味を込めて、ハッピーミラクルアーティストという勝手に素敵な肩書きを作りました。そしてオリジナルの言霊ワークショップをその入院中にこの肩書きとともに、そのワークショップの内容、シナリオをずっと作ったんですね。すごいですね。オリジナルですもんね。そうですね。自分の体験したこと、それから、自分がいろいろ学んだことをこう織り交ぜながら作りまして、で、今どんどんバージョン、大体毎年バージョンアップしてますのでかなりバージョンが今上がりまして、内容も盛りだくさんなバージョンのワークショップをしています。後でそれをご紹介いただけるとね、楽しみにしてます。えっちゃん素敵っていうことでね、早速コメントいただいてます。山田雅子さんありがとうございます。はい、ありがとう。で、由美ちゃんね、由美ちゃん、はい、山形から由美ちゃん、こんばんは、ひでさん、そして悦子さんこんばんはということでいただいております。ありがとうございます。うちのかみさんからも悦子さん今日も可愛いということで。いやありがとう。じゃあいつもありがとうございます。ゆみちゃんはハッピーミラクルアーティストのこのね絵文字素敵な名前ですよね。で本当にね、忘れられない名前ですよね、これね。そうですね。で実際何なんやろってほんま思いますもんね。ハッピー、ね、ミラクル、やっぱり幸せのこうハッピーなミラクルがいっぱい起きるということですよね。そうですね。実際に言葉の力で、そのいっぱいミラクルが起きた体験がいっぱいあるので、もうじゃあ具体的にって言われたら、もうなんか数えきれないほどあるんですけども、はいはい、まあすごく人との出会いが、こういう人と出会いたいなと思ってたら、ちゃんとそういう出会いがある。例えばちょっとマンションのリフォームを考えてた時に、マンションのリフォームに素敵なインテリアデザイナーさんに出会いたいなと思ってたら出会うとか、そうですね、本当に出会いが一番大きいかな。で、いっぱいミラクル、嬉しいミラクルもいっぱいあるんですけれども、じゃあ何も困ったことが起きないかって言ったら、じゃあそういうものでもないんですね。困ったことはやっぱり人生に必要な、自分の人生に必要な困ったこともいろいろ起きるんですけれども、大難って大きな災難が中難に、中くらいの災難に、中難が小難に、小さい災難に。そして小難が無難に、だんだんこうサイズがちっちゃくなって、自分に起きるけれども、おそらくもっと大きかっただろうことが、こうちっちゃくなって訪れるっていうのはまた実感しますね。その入院した時も、もうね、私一人いつも明るかったんです。で、病室に看護師さんがね、ここへ来たら癒されるって看護師さんが来てね、話していかれるんですね。で、ちょっと大きな足の手術だったんですけども、もうすっごく回復が早かったんですね。そんなのもやっぱりありがとう。自分自身に、とにかく自分自身にありがとうございますっていう言葉をたくさんかける。っていうことをずっと今も続けています。ちょっとこうお話していただいている間にね、コメントがね、はい、こんばんは、ちょっと今見に行ったら下村さんという方が、はい、コメントいただいてました。はいはい。はい、引き寄せてあります。で、私もエッちゃんに出会いましたっていうのが、島村さんかな。みよこちゃん、ありがとう。グループの方でね、今ちょっと確認したら、はい。ありがとうございます。そう、本当に素敵な方とね、どんどん出会える。で、必要なタイミングでものすごい今必要なものと出会えるっていう引き寄せがすごく大きくなりましたね。これどうしようかなと思った時に助けてくれる人が現れるっていう。えっちゃん素敵。ともみちゃん、ともちゃんも、古田ともちゃん、ともみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、そうなんです。ちょっとお顔が出ないのがね、このリンクを踏まないとで、ちょっとなかなかストリームヤードのリンクを踏んどいてもらったらね、いけるんですけど、まあ大体わかりますね。はい、よろしくお願いします。いっぱいコメントいただけて嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいです。見ていただいて嬉しいです。でもまあ僕もその言葉を変えるっていうのを簡単に変えれそうで、やっぱり言葉って意識しないと本当になかなか出てしまうじゃないですか。そうなんですよ。で、それを具体的に仕事にされてる、まあ僕がエッちゃんが素敵やと思うのは、もともとエッちゃんっていつあってもすごくにっこりされて、すごくご上品で、でも優しくてツンケンしてるわけでなくっておしゃれで、もう大好きなね、日本女性の理想なんですが。このハッピーミラクルアーティストっていうのは別に仕事にしてるとかではないわけですね。そうですね。言霊ワークショップはもちろん私の大切なライフワークなんですけれども、それでガンガン稼いでるというわけではありません。まあどちらかというと、お金をいただくボランティアみたいな。なるほどね。そうそう。なんかすごくそういうイメージがあって、でも、たくさんの方々のこの人生にこう影響を与えてるっていうことがあると思うんですけど、まあ、例えばその言葉をどう変えたらどういうふうに人生が変わるとか、何かあればね、具体的にもうせっかくね見ていただいてる方にね、ちょっとでも明日からでもできそうなことがあれば。はい、はい、すぐにできそうなもの、まずは本当にありがとうございますをたくさん言っていただくっていうことなんですね。私自身何が変わったかっていうと、そうそう、一番お伝えしたいのは、この目的が、自己肯定感、日本人の自己肯定感を上げるっていうことが目的なんです。私自身がすごくこう生きづらくて、もう自己否定、自己嫌悪、罪悪感の塊で生きてたんです、昔は。思いませんけどね。ほんまにそうやったんです。で、それをが苦しくてね、なんかないかな、なんかないかなって、探し続けた時に、ありがとうございますっていう、当たり前に知ってる言葉なんですけれども、その使い方が違うっていうこと。いうタイミングが違うっていうことに、もう目から鱗だったんですね。何かしてもらってありがとうございます。何かもらってありがとうございますではなくて、なってほしいこと、こうなったら試験に合格したいとか、今度のプレゼンうまくやりたい。今日もやってきたんですけども、今日の対談うまくいきました。ありがとうございます。ってもう、今流行りの予祝ですね。予祝で先に神様というか宇宙というか天というか先にありがとうございますっていう言葉を発してお礼を言っとく、それのおかげだと思うんですね。で、それだけじゃなくて私自身何が起きたかというと、例えばここにコップの水があります。で、ここに黒いインクを落としたら汚くなりますよね。自己否定の塊、自己嫌悪の塊の頃って私多分これが心としたら、心の水がすごく濁ってた。黒く濁ってたんじゃないかなと思うんですね。もう暗かった。で、そこを心なんで、このコップみたいにひっくり返して空っぽにできないじゃないですか。で、それにはどうするかって言ったら、普通新しいきれいな水を上から足すと中から汚いのが溢れ出てきれいになりますよね。そういう感覚で自分にありがとうございますをいっぱいいっぱい入れたんです。そしたらね、満たされてきたんです。で、調べたらですね、幸せホルモンの一つのセロトニンというホルモンがありがとうございますと言うといっぱい出るんですって。だから幸せな気持ちになれたんやなって思うので、とにかくたくさん言っていただきたい。どれぐらいたくさん言うかっていうと、1日、私ワークショップでお伝えしてるのは、1日1000回からチャレンジしてくださいとお話を。1000回。カチカチカチ持っとかないといけませんね。それがね、いい方法があるんです。いい方法がある。ね、タイマー使うんです。タイマー。でね、1分で何回自分が、早口でいいんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのをね。で、1分で、何回言えるかって測ったら、私の場合、1分で60回言えたんです。とか1秒で1回ですね。で、ちょっとくたびれたり、のことも考えて17分で1000回言えたんですね。で、17分セットします。で、本当朝ごはんの後片付けとか洗濯物干したりとか、そういう時に17分って家事ですぐに経つんですよ。家事してたらね。ヒデさんも朝、ね、神様になってよく家事されたりするじゃないですか。その時間を利用して、言うと1000回あっという間です。で、タイマーのいいところは何か用事が電話が鳴るとか、なんか用事してる時に、トイレ行くとか途中で言えなくなった時に1回一時停止をするんですね。そしてまた復活した時にあれさっき何回まで行ったかなっていうことなくスタートボタンを押すと17分経てば1000回言ったということがわかるので、それいいですね。タイマーはおすすめですね。タイマーね。例えば今愛ちゃんに私もエッちゃんのおかげで変化し続けてますってタイマーされてる方なんですか？そうですね、もうまさにもうすごくもう奇跡が起きた報告をいただきました。じゃあ1日1000回、せなあきませんね。今1日1000回って書いてます。リケさんだったら、うん、こうお仕事車で来られるんですよね。サロンまでね、はい、でその間中言うとかね、なるほど、朝のちょっとセッティングする間言うとか、短い時間でもまた3分ずつを全部で17分にするとか、いろいろ工夫はできると思うんで、お風呂入ってる時に言うとかね。確かに「ありがとう」の言葉っていいですよね。いや本当に僕も身にしみて、寝る前とか朝とかできるだけ意識してやっぱり言ってるし、この間の台風の時もそうでしたけども、はい、出てきますよね、なんか溢れてくるっていうか、意識、そうですね、なんかね、これもある程度年齢いったからかなんかわからない今までそんなことなかなか言わんかったけどそれもある言ってたら気持ちよくなるよね。なんかもうお墓参りと一緒ね、お墓参りと一緒でなんかすごく気持ちがいいみたいなね、はい、だからテレビなんかでもバカ野郎とかああいうなんかネガティブなそういうニュースとかを見てると、もうなんかこう汚される気持ちになってきて、できるだけエッちゃんのようなそういう美しい言葉を使われる方の横にいっといたらいいなということでね、本当にどうぞいや本当に思ってますよはい、私もってちょっと待ってくださいね、これね、お顔がわからないんでまた後で見ておきますね。はい、下村さんかな、やらせてもらってます、ありがとうということで、はい、ありがとうございます。はい、嬉しいですよね。嬉しいです。うん、ありがとうはわかりました。そうしたら他なんかちょっと目から鱗の出るようなことがあったんですけど、何やったかな、前に自分の奥さんとか嫁さんのことの呼び方とか、お母さんの呼び方とか、ちょっと身内の中でもね、はいはい、そう子育て中のお母さんにね、お母さんだけじゃなく、子育てだけじゃなくて、ご結婚されてて。それこそ本当女性は家庭の太陽なんです。でそれは本当に言葉にも表れてて、お母さんのことを昔「かか様」って、時代劇見てたら「かか様」って子供が言うじゃないですか。その「かか様」っていうことが「かっかと燃える太陽」という意味なんですね。だからお母さんは太陽さんなんです。で、私前におすすめしたのは、かみさんって呼んでねってお話ししたんですけど、かみさんも、かは神の、太陽の意味ですね。かっかと、さっきと同じ、かっかと燃える太陽。そして、みは、見える形になっている。太陽が見える形になっているので、かみさんなんですね。もう本当に家庭の太陽が神さんであったりお母さんであったりなので、本当に明るく輝いていてほしいなっていうのが私の願いなんですが、私自身が本当にそのいう状態じゃない時期がすごく長かったのでそれも今だったらそうやって辛い思いがいっぱいある方に寄り添える経験ができたのかなって、ありがたいなと思ってます。もう全くお会いした時に、僕は確か心理学、メンタルケア心理士かなんかの取る講座の僕らも入ってた、はい、その先輩でしたもんね。そうですね。私が1期生で、ヒデさん2期生で、はい。合同同窓会があった時にね、お会いしましたね。そう、その頃にお会いしたらもう10年以上にはなると思うんですけど。10年、はい、10年経ってますね。そう。で、その頃にお会いした時はもうなんか明るいイメージしかなかったんですが、その頃はもうちょっと突き抜けてました。はい、明るくなってました。はい。はい、皆さんずっと暗い人生だけではないですから、暗かったら明るい人生もあるしみたいなね、そういう。おすすめしたいのは、次はね、そのお母さんが太陽、じゃあ太陽で私暗いから頑張らなきゃってなるじゃないですか。その頑張るとね、疲れるんですよ。私も頑張ったんです。疲れたんです。で、頑張っても結果が出ないから余計ね、落ち込んだんです。子育てってね、自分の思い通りにいかないので、で、私の場合は姑が横にいたので、こう家庭の中でね、何かまああんまり良くないことが起きるとね、お前が悪いって言われるわけです。母親の育て方が悪いとか言ってね、責められるわけですよ。で、余計自分を責めるじゃないですか。そうで、その時はほんまにしんどい時はまだありがとうございます出会ってなかったので、本当によく、ちょっと今自分で自分を褒めると乗り越えだなと思うんですけども、今でこそだからお伝えできるのは、頑張るんじゃなくて、まず自分をリラックスさせる時間をぜひ作っていただきたいんですね。で、今しんどいなっていうことも腹立つことも悲しいなってことも、まず認めて、自分で自分に認めてあげる。いいよいいよって、あなたはよく頑張ってる、太陽になろうとして頑張ってる、知ってるよって、寄り添って認める、自分で自分を認めるってことがまず第一歩なんですね。ちょっとヒデさんね、嫌いな人あります？嫌いな人、今はないかな。あんまりないですね。まあいたとしてね、その人の言動がね、もう大嫌いで、その人と24時間一緒におれます？折れない。折れないですよね。じゃあ、あやちゃんも最愛のかみさんでね、じゃあ結婚する前のことをちょっと思い出してほしいんですけど、あやちゃんが好きで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 たまらなくて、そんなことなかったと思うんだけど、でも例えばあやちゃんがもうめちゃくちゃもう理想の女性で、だけど一個だけいつもデートの時に遅れてくる。どうしましょうか。ね、もう絶対今度は遅れるなよって言ってても、1時間経っても来ない。腹立ってきますよね。でもあやちゃんがにっこり笑いながら「ごめんヒデさん」って来たらさ、許しません？許すわね。許しますよね。それってね、好きやから許せるんですよ。ああ、なるほどなるほど。自分で自分のこと嫌いやったら、嫌いな人と24時間住んでたと一緒なんですよね。ああ、なるほど。で、自分のこと好きになったら、少々ね、ドジなことしたり失敗することはもういっぱいあるんですけど、私も今もありますけども、大好きなんで自分のこと。自分のこと好きやから、まあこんな時もあるさ、しゃあないな。よっしゃ、次行ってみようっていう気になれる。それ分かります。めっちゃ大事やね、それね。まずね、自分を認めて大好きになってほしいんです、自分のこと。そのために何をするかっていうと、大好きって、これもね、言葉をね、出したいんですね。で、なぜ声に出して言うかっていうと、骨伝導でまず言葉を発した音が体の中で響いて、体の中に届くんですよ。そして自分が発した言葉を自分で聞くので、また耳も聞く、で細胞も聞く、中からも外からもその言葉が、ポジティブな言葉が、その波動が自分に入るんですね。なのでちゃんと言葉に出してほしいんです。ただ言い慣れてないと、なかなか大好きって誰に向かって言ったらええのってなるじゃないですか。なのでね、大好きなものをね、目の前にいっぱい置いといてほしいんです。例えばペットでもいいですよね。ペットに大好き大好きって撫でてあげると。ああ、なるほどね。ね、誰が好きなタレントさん、アイドルとかね、おられたその写真に向かって「イシンジ何回か大好き大好き」って言うとかね。そうやって「大好き」を言う仕掛けをいくつか作っておく。で好きなものに囲まれてたら幸せでしょ。そういう自分のための環境をこれすごいリフォームしろっていうんじゃなくて、ちょっとこうポイントに洗面所に置く、台所のね、自分がよく立つところ、ね、にこう飾っておく。でにっこり笑って「大好き」って言う。なるほどね。声にやっぱり出さないとあれなんですね。そうですね。さっきからね、コメントもいっぱいいただいたゆみちゃんもね、1分頑張りますって書いてくれてますけど、さっきの1分のありがとうね。はい、で、頑張るより自分がリラックスする時間を作ろうっていうね。はい。で、それを本当にエッチに気が付かせていただきました。自分を認めること大事ですね。で、これ。ごめんヒデさんっていうのはこれはい、僕待たされてたっていうわけじゃないけどさっきの話こういうふうに書いてるわけ、好きやから許せるというのはもちろんありますよね。だから分かりやすい例えでしたけど、本当自分のこと嫌いだったらもうストレスばっかりやもんね、これね。そうなんです。それ分かりやすいなと思いました。言葉にすることの大切さね、本当に。一番自分聞いてます。ああ、私は大好き。ちょっと照れくささはやっぱり男やからあるんだけど、それでも熱帯魚とか見てて、ちょっと心の中では言うてるんですよ。かわいいなお前らってやっぱり今聞いたら骨伝導っていうかな、その細胞にこう響かすっていう、確かにそれは大事かなって。何度も2倍に3倍3倍になりますからね。わかりました。じゃあこれからかみさんをかみさんに向かって言うてたらいいわけですね。そうです。それが一番いいです。大好き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 言うてたんですね。あまり言い過ぎたら価値なくなるような思うんですけどね、男ってね。そんなことないですよ。女の人はね、何遍言うてもらっても嬉しいです。それがあやちゃんをさらに美しくするスパイスですからね。わかりました。そういうことで今日は帰ったらちゃんとはい、大好き大好き言いますからね。はい、そうしてください。はい、ありがとうございます。本当にこうやってハッピーミラクルというその言葉のこの他にもたくさんあると思うんですけど。もう一つちょっと聞きたかったのは、こんばんはということで、ちょっと待ってください。秀美さん。何遍言うてもいいって、やっぱり笑ってる神さん。何遍言うてもいい。そうですよね。秀美さん、この間どうもありがとうございました。ということで、ゲストで出ていただいた前回。はい、こんばんは。千葉からの帰りを新幹線で見ています。笑顔にめちゃ癒されました。ありがとうございます。ね、秀美さんももう毎回ライブ配信やってるんでね、いつも笑って豪快な笑いで楽しいですからね。ね、はい。やっぱり共通点っていうのはこの笑顔っていうのもやっぱりあると思うんですけど、何やったっけな、そのマガタマセラピーっていうそうですね、その自己肯定感の上げ方もやってるということで。はい、自己肯定感、マガタマセラピーはちょっと私ここへ用意してなくて離れたところに置いてるんで、ここにないんですけど、ヒデさんに写真をさっきに送ったこんなやつですね。これですね。そうですね。すごく綺麗な色のマガタマなんです。これは伊藤直美さんっていう方が考案されたマガタマの形をしたこういう綺麗な色のマガタマを使って、これですね。虹もそうですけど、オーラの7色と、プラスピンク色を入れた8色のマガタマを使いまして、潜在意識の中にあるネガティブな思い込みをポジティブに書き換えるということをするんですけれども、その潜在意識の書き換えって他にもいろいろヒーリングの方法があると思うんですけれども、このマガタマセラピーの特徴は過去のネガティブな経験やそのネガティブな思考をもう全くクリアにしてなかったものにするんではなくて、陰陽統合といいまして、それも生かして、ネガもポジも本当はみんなあるんですね。陰陽の図、ヒデさんちょうどマガタマの形してますよね。白と黒との絵になった。そうやって陰と陽が統合された時にものすごい自分の中からすごいパワーがあふれる。本来自分は無理だって思ってた。結局みんなそうなんですね。本当はものすごい無限の可能性、無限の力を持ってるのに、私なんてダメ。だって、でも、どうせ、無理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 っていうことで、その力を抑え込んでるだけなんで、本来の自分に戻っていくための陰陽等を、このセラピーを使って、させていただいてます。うん、色もすごくキーワードがいっぱいありましてね、うんそれを使って、ご自身の気づきと自分の魅力はこんな魅力は私にあったんやってそうかそうかこれが私の力やったんやっていうことを思い出していただくツールですね。その中にさっきでもだってよくある所詮今更とかよくね僕のお客様は年齢いけばいくほどこの年になってとか、いろんな言われ方をする方がいてるんですけども。はいでもだってどうせね、もう年やからそんなんって、私もそう言える年なんですけどね。でもでもだってどうせをね私、できるだけこれを死語にしたい、もうそういう言葉がもう日本語からなくなればよいなと思っているんですが、ただこれもね上手な使い方があるんです。上手な使い方。どんな使い方？どうせってきたら、ヒデさん、次何続きます？どうせって言うたら、どうせ僕なんかっていう言い方とか、ちょっとネガティブなイメージありますよね。ありますよね。どうせそう私にはできないとかどうせ無理とかどうせの後には後ろに必ずネガティブな言葉がつくんですよ。でね脳はねそれを覚えてるんですよ。どうせとかだって私過去も失敗したし前も無理やったもん今回もあかんわとかねその過去の失敗を思い出したりそれを言い訳にするだってでもだってどうせがね必ずネガティブな言葉とくっついてるので脳がそれを記憶しちゃって、それが当たり前になってるんですけどそこをどうせの後にポジティブな言葉をくっつけるんです。どうせできるどうせうまくいくどうせ大丈夫だって私だからできちゃうってね。そしたら脳はねびっくりするんですよ。ちょっと待てよいつもと違ういつもと違うやないかいつもと違うわねそれどうせできるって混乱するんですね脳が。で混乱した時に「できる」って言葉「うまくいく」って言葉がスッて入るんです脳に。でねこれもさっきのコップと一緒でそうそう和歌山県立医大の上野先生脳外科の上野先生に教えていただいたんです前に。脳は脳の中にできるっていう思いがねなかったらね人はあって挑戦しないんですって。これがねもしね今たっぷり入ってますけど。これちょっとしかなかったらできるっていう思いがね、なんか新しいチャレンジするチャンスが来てもやろうという気になれへんんですよ。なのでこれもできる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 どうせできる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 っていうできるを満杯にしてあげるとやってみようかなっていう気持ちになる。なるんですよ。いやもうそんな気になってきたわ。今話聞いてるだけで何でもできる。何でもできちゃう。何でもできる。なるほど。上手に脳を騙すために、そして自分を幸せにするために言葉を楽しく使ってほしいですね。はあ楽しいね。でもそれって、本当に、ね、楽しいですよ。なんかほんま騙されていく、こうどうせ私だからできちゃうと、ほらもう山田さんも書いていただいてますよ。そうだよね、まさにね、できちゃうよね。そうなんね。そうなんですよ。話聞いてるだけでもなんかここにっこりできますね。嬉しい、そうなんですよ。そうなんです。なんか。前に歌の話も僕聞いたことあるんやね。何やったっけな。ありがとうございます。ね、もうね、あまり歌上手じゃないんですけどね、ジャイアンみたいになるかもしれませんけどね、おすすめがね、例えば今家帰ったら手を洗うこと、みんなも毎日されてると思います。家帰った時だけじゃなくて、きっと頻繁に手を洗われてると思うんですね。これがね、まあちょっと外ではやりにくいんですけど、家帰った時おすすめ。男性どうやろうな、私がやってることをちょっとやってもいいですか？1年か2年前にノロウイルスが流行った時に、保育園で子どもたちにその30秒間手を洗うといいっていう。その感染予防になるっていうことで30秒を表してもらうのに考案したのが「ハッピーバースデーツーユー」って歌があるでしょ。あの歌1曲歌うとちょうど30秒なんですって。で私それいいことやなと思って「ハッピーバースデーツーユー」って歌ってたんやけど楽しくないんですよ。ねね、どうしようかなと思って先生替え歌にしようと思ってね。出た。はいで、かわいいえっちゃん、きれいなえっちゃん、キラキラオーラの素敵なえっちゃんで、その後に大好きチューってするの。チューって。でこれね、顔ヨガのポーズでこういうのあるんですよ。あるわね、確か。はいはいはい。こうもう顔ヨガもしながら手も洗いながら自分を褒めるという3点セットです。これえっちゃんところ家行った時にそれされてたら「何ちゅう」とか言って急にこれびっくりするな。なるほど。こうやってね、ほんのちょっとのことでね、ちょっとのことで、まあ、自分をねこう日々喜ばせながら。最高って書いて、これちょっと待って、どこまで行ったっけ、最高って大好き中、これよし明日からはじゃあかみさんと朝起きて手洗って、まあ帰りね手洗うごとにやりますわ。ほんな素敵な歌私も歌ってみようって。これええな。あとねレジ混んでる時あるで、スーパーのレジ。前にね、すっごい急いでたのに、すごい混んでたんですよ。イライラするじゃないですか、やっぱり。ね、このイライラするとね、僕や。最近はね、すごく自分の波動管理を気をつけてね。もう本当に引き寄せもそうですし、ご機嫌にいると、波動を高くしておくと、いいこと引き寄せられるので、はい、でこのイライラしてもうどうしようとか、いやもうこの時間間に合わへんわとか思った時に降りてきたんですよ。降りてきた。どこから降りてくんの、めっちゃ面白いな。ね、雨雨ふれふれの歌あるじゃないですか。雨ふれふれ。雨ふれふれ母さんがって歌あるでしょ。うん、はい、あれでね、幸せくるくるどっさりと。両手に溢れるほどやってくるワクワクウキウキランランランってこう歌うんですよ。心の中でですよ。これはさすがにね声出さないですよ。レジで並んでるんでね。で3番まであってね、3番がすごくね、これをお友達に紹介したらね好評でね、3番はねお金なんですよ。お金がくるくるどっさりと財布にあふれるほどやってくるワクワクウキウキルンルンルンってこうやって歌ったらね、もうすぐ順番来ましたね。なるほど。この3番いいですね。これ3番ね。3番いいでしょ。いやちょっと今日は腹痛い。ここ痛い。えっちゃんが普段そういう歌を歌いながらやってて、たまにトイレとかで入ったらたまにほら独り言言うたり歌ったりするんだけど、えっちゃんもそれ癖で言ってるんちゃうかなっていうぐらい。まあでもそれは楽しくなるわ本当に。だからこんな感じでお母さんね、子育て中のお母さん、あるいは介護されてる方も、そんなにこう気晴らしにね、自分の思ったような自由な時間を取れないことも多いと思うんですね。私も介護も経験してますし、子育ても経験してますし、今もまだ介護真っ最中です。なので、いかにその家にいながら自分を喜ばせるかっていうことばっかり考えてますね。だからやっぱりその介護、それもその嫁姑のね、ご自身のお母さんお父さんではないそのまあ旦那さんのとかってなってくると、またちょっといろんなね嫁姑の問題もあったと思うんですけども、はい、やっぱりこの歌を聴いてると、なんか許せてしまうような気になってきますよね。そうなんです。こうまあ母にこう会う前から自分のテンション上げていっとくんですね。で出ないと「ああもう今日もあそこ痛いここ痛い」とか言われるわけですよね。お腹調子悪ってもうトイレから出られへんとかいろいろこうぐちゅぐちゅ言うじゃないですか。聞いてほしいからね。でそれを余裕を持って聞けるように自分の準備をしとくっていうこと。それからその場を離れたら自分のところに戻ったらまたそれをこう自分の波動を上げるためのに何かするというよりか何かしながらできること、掃除しながらとかね。ゆうこちゃんこんばんは。はい、第1回目のゲストゆうこちゃん、カウンセラーのね、そうそうカウンセラーのゆうこちゃん、プロのカウンセラーです。環境の制限の中でいかに自分を喜ばせるか深いですということでね。ありがとうございます。嬉しいコメントです。そうなんよね。だから本当にえっちゃんのことをね、まだ今日は初めての方もいらっしゃると思いますけど、僕らもう十何年もねずっとそばで見てると、なんかすっごくその心配事とか不安とかなんか苦労とかっていうのをみじんも見せない、いつも人に優しく笑顔でみたいなところがあるんですが。やっぱりその裏でのこのねこう努力っていう、努力っていうかその自分の中でこう気持ちをモチベーション上げるというやり方っていうのはすごくねあったと思うんですけど、子育て中でもやっぱり今でこそ言えることっていっぱいあるんじゃないですか。今年齢もさっき言っといてもいいと思うんですけど、お孫さんいらっしゃるぐらいだから。孫3人います。孫3人ですからね。7歳ともうすぐ5歳と2歳と可愛いですよ。はい。年齢ですか？年齢はそうですね。いや別に言わなくてもいいんですけど、今も孫が7歳とか聞いたら結構わかりますわね。で子育てをしながらどうやったんですか？そうですね。次男がすごく私を鍛えてくれましたね。とにかく思春期の頃の次男とコミュニケーションだんだんこう取りにくくなってくる時期にね、ちょうどねコーチングに興味があってコーチングの本を読んでたんですね。そしたらなんでそんなことしたのっていう質問の仕方はね NG で何があったのって聞きましょうって書いてあったんですね。それでよっしゃこれだと思って、で私何か聞きたいことがあったんですよ。次男にもう忘れ内容忘れましたけども、で、その文言通り何があったのって優しく聞いたんだけど全然答えてくれない。それでダメなら次はこんな言葉とかってあったんですけど、何をやってもね効果ないんですよ。そしたら息子にね朝私がどう聞いたら答えてくれるのって聞いたら息子がね「お前アホか」とこのままですよ、ほんまにこのままね、「お前アホか」刑事がなこの容疑者に対して「どう聞けば自白してくれますか」って言うかってもっと頭使えとか何くそとかまたいろいろ本読んでね試すんですよそんなこともありましたね。で息子のまた別のちょっとまたタイムそれからしばらく経ってからまた息子に聞きたいことがあってね、やっぱ教えてくれないんですよいろいろ聞いても。ね、なんかねすごくこうなんて言ったらいいかな、隠してるっていうんじゃない、なんか言いづらそうな雰囲気だったので「あ、俺は違う俺は違う」って言ってたんかな。これあなたやったのみたいな私が聞き方したのかもしれないね。ほら俺は違う俺は違うって言うから「うん分かった、あなたが違う、あなたじゃないって私信じるよ」って言ったんですよ。そしたらね態度変わったんですよ。本当のこと言うてくれるようになったんですよ。実はっていう。子育てね、本当にいろいろお母さんの立場になるといろいろ心配なことがあると思うんですけど、まずこう子どもの力を信じるっていう。でそれこそね私の子だから大丈夫っていうのもつけて私が産んだ子やからあなたは大丈夫っていう、そこを信じる力っていうのを育ててもらったなって思うんですね。でこの間10回目のゲストの岡野さんですか、岡野さんね、エリさんね、はい、あの方のお話聞かせてもらったら5年生の娘さんがこう自分の進みたい行きたい学校を選んだってでその娘さんの選択をねこう応援して、信じて応援して、今そっちの学校行ってますって普通の学校行かないで全部自分で決めるオプタナティブの学校行ってますっていう話聞いて、うわ素敵やなと、もう今のお母さん方の意識がすごく高いんで。これから子どもたちももっともっと意識が高くて自分の人生をもう私がもう余計なこう苦労とかね努力とか我慢とかもういらんのです、これからの時代。もうそれよりも自分がこうやりたいと思うことをやっぱりこう応援できる親であったり信じれる親であったり、それは失敗しても子どもさんが失敗してもそれは子どもの学びだから、その学びを余計な手を手出しせずにそこを信じて応援できる今そういう時代になってきてるので、皆さんの意識が高くなってるので。そうですよね。エリちゃんなんかすごい熱いメッセージになってきました。本当にこのコメントでってきましたけど、このお孫さんこんな嬉しい先輩がこれがからが楽しみなんです。お肌はおいくつぐらいのお肌に見えるかなって言ったらすごいツルツルしてるよね。ほんまに艶っぽくて、嬉しい、イエーイ。まあこれはねやっぱりヒデさんに教えていただいたメイクの力ですよ。これでもそうエッちゃんでもほんまにこの間さ本にも出てもらったけども、はい、これちょっと出していいかな、もう一回。このエッちゃんもこの3つのパターンのこの写真も素敵だし、エッちゃんって耳タイプ、ほらそうですね。もともとこの凛としてるようなこの3つの顔を作られて、これが本にもちょっと紹介させてもらってるんですけど、もともとでもすごくその凛とされるこの眉がすっごいキリッとする凛々しさが持ってるじゃないでしょ。でこの芯の強さっていうのがすごくやっぱり今こうやって聞いてて出てるなと思うんですよ。でもそれを出したらあかんっていう時もあったという、ちょっとこうそんな出会った時そんなようなイメージがあって、なんかいろんなそのメイクもちぐはぐになってたような気がしてたんですね。はい、おっしゃる通りです。はい。でももう今こう見てると自分流というか自分のこう迷いがなくなったかみたいなイメージがすごく強いですよね。そう、ありがとうございます。嬉しいです。自分がしんどい時って周りから見られる自分のイメージと本来自分の中の私ってこういう人っていうイメージがすごくかけ離れてたんですね。そのイメージかけ離れてるのに、それこそまあ他人、よく言う他人軸ですね。相手の周りの人のイメージに合わせなきゃとかって思ってる時期がしんどかったと思うんですね。でそれこそ本当に自分のことを自分が好きで期待と違いました?そう、ごめんね、これが私なんですってなったらすごく楽ですよね。ねえ、それにはもう本当にさっきも言いましたけど、認める、1に認める、2に認める、3に認める、これでいいよ、 OKOK。 あ、認めるっていうところで一つまた話してもいいですか？はい。承認に3つの承認があるって言われてるの聞かれたことあります?結果承認。結果承認。はい。承認って認めるっていうことですね。近江商人の商人とちゃいますよ。商売人じゃなくて、ね、承認認めるね。結果承認と、行動承認と、意識承認って3つあるんですね。例えば明日の朝、例えばダイエット運動のために明日から30分早く起きしてちょっとこうウォーキングしようって決めたとするじゃないですか。ね、で明日はいつもより30分早く6時に起きようって決めました。目覚ましも合わせました。で6時の目覚ましになったけども起きれんかった。起きれたらどうですか、ヒデさん。結果出てますよね。そしたらよっしゃって自分に OK 出せますよね。でも起きれんかったらどうですか？起きれんかった。1日目だったらいいんやけど、もう起きよう思っても1週間経っても全然起きれんかったとしたらどうします、ヒデさん。なんかしんどくなってくるね。なんかやっぱりダメやなって気になりますよね。で大事なのはまずでもタイマーっていうか目覚まし合わせましたよね。一回布団でも一個パッてめくったとしましょうか。でもやっぱり眠いなって寝たとする。でも起きようとする行動はしてるわけですよね。だから行動できたっていうことにもOK なんですよ。そしてもっと一番大事なのが意識承認って言って、明日は6時に起きようっていう意識を持ったことにもある。なるほど。だから何かしようと思ったら必ず皆さんその意識を持つわけですよね。で結果が今は何でもね、もちろんご商売されてたら特になんですけども、結果を出すことが一番の大きな目標というか目標にされて皆さん頑張ってはるんですけど、例えばコロナの時期で目標にしてた売り上げの数字が出ないとかあると思うんですけども、すごい皆さん努力されてるじゃないですか。そのやろうとしているその意識にやっぱり丸ってこう OKOKOK って自分を励まし続ける、そこに「よう頑張ってるよね」って認める、これが一番大事かなって。なるほどね。えっちゃん、この今下に書いたこの漢字で間違い、近江商人の商人違いますよ、これ。これで終わってますね。はい、この通りです。ありがとうございます。なんかそんなに奥の深いいろんな話を伺って、これ尽きないですが、もうちょっと時間があと3分になって、早いでしょう。こんなんなんですよ。あっという間では。はい。そう。伝えたいことがあります。やってください。はい。なんか時間足りるかな。2個ありキャンペーンにご協力ください。ちょっと早く言いますね。リカ割りキャンペーンって私よくそのスーパーのレジとかね、いろんなお店屋さんでね、レジの人にね「お肌綺麗ですね」とかね「いやそのイヤリング素敵ですね」とかね、なんかとにかく褒めるんです私。うん、うん、そしたら「いえいえそんなことありません」とかって言うんですよ。うんうん、なのでニコッと笑って「ありがとう」って、まあ、できたら「ありがとうございます」までですけども、ニコッと笑って「ありがとう」ってね受け取ってほしいんです。で受け取ってもらうと褒め言葉はプレゼントなので私がもし心を込めてなんかケーキ焼いて「はいヒデさんどうぞ」って言ったら「いえいえ結構です」って言われたら悲しいんじゃないですか。同じことなんですよ。うんうん、なので「いやヒデさん今日も決まってますねかっこいいですね」って。でプレゼントしたらニコッと笑って、ね、受け取ってほしいんです。でこれがあると言った人と言われた人の間にね、私ねこうちっちゃなキャンドルがポッと明かりが灯ったような明るさがねわーっと広がるなって思うんです。でこのちっちゃな明かりがねこう日本のねあちこちでね灯ればね本当にちっちゃなことだけど社会は明るくなるんではないかと、私は。ああいいですね。ありがとうございます。はい、もう尽きないですけども、最後に僕の方からねちょっとこれ、はい、えっちゃんね実はこうやっていろんなお話をされてますけどもラジオのねこういう番組また今度11月からですよね。あそうです11月2日から、はい、和歌山の FM877 FM バナナの夜12時からの番組をお担当のパーソナリティをさせていただきます。はい、これどこをしたらいいのかな。ここかな。一番下です。これでいけるかな。これ見えますね。FM バナナ。はい。ね、ここに番組表もありますし、もう11月ですから、もうあとちょっと。あと2週間。今そうですね。はい、夜の何時からですか。夜12時からなんです。夜寝る前に、もう本当に。7、8分の短い番組ですけども、月曜日から金曜日まで毎日あります。はい、ね、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。全国からこれ聞けますしね。で、えっちゃんはもうこうガツガツと今なんかこう儲けるぞみたいなそういうこう仕事をしてるっていうイメージは全くないんで、主婦です。ね、主婦なんで。はいなんかキャンペーンありますかとかここどうどうっていう今日はなんか紹介するところもないということでよかったんです。ニコあるキャンペーンだけ。もうこういうね方々がどんどんこういろんな社会を変えていくかなって僕は思うんですね。だから本当に今日。貴重なお話をありがとうございました。はい、もうえっちゃん地元なんでもう今からでもすぐ飛んできてもらいたいというね。一緒に飲みましょう本当にね。いうことでぜひ飛んできてください。はい、ちょっとじゃあこれからね来週の告知をしますので。はいね、また飛んできてくださいよ。こちらこそありがとうございます。本当に。ありがとうございます。皆さん聞いてくださってありがとうございます。コメントもありがとうございます。ということでですね、はい、本当に最後にこうニコ割キャンペーンということであっという間の1時間もうちょっと過ぎましたけどもね本当に大好きなえっちゃんが今日はゲストとして来ていただきました。来週はですね僕の大好きな大尊敬する御年年齢打ってもいいかな、はい言いましょう85歳もうかっこいいとしか言いようがない85歳に見えないというね58歳もうそれぐらいに変換してももっと若く見えるというね、大尊敬している小林照子先生に登場していただきます。美容家でございます。美容液っていう言葉聞いたことあります。女性の方は皆さん知ってますよね。その美容液っていう言葉を作ったような、本当に世にですね、こういう方がいてるからこの日本の美容が変わったという言っても過言でございません。そういう方がはい、登場でございます。ということで、来週もぜひ見てください。はいこんな感じですね。奄美大島から出てきましたんでえらい調子あらららららえもう来てくれたんですか。はい、どこでもノアでどこでもノアで来ました。今日は皆さんありがとうございます。どうびっくりどこでもドアですよ本当にね皆さんねこういうことってあるんですね。本当に飛んできてきたすぐにどこから今放送してたんですかみたいなね感じでございます。見てください本当にこのお美しいね、持ってってくれていいよ。まさかなんてほらみんなまさかでしょ、まさかでしょ、びっくりしましたでしょ、本当にね。えっちゃんどうぞ。はい、皆さんにもう一回。皆さん本当にありがとうございます。カメラあっちですね。楽しく自分でも思ったより熱く語ってましたね。はい、聞いてくださって見てくださって本当にありがとうございます。イコアリキャンペーンご協力よろしく、ご参加お願いいたします。はいいうことで本当に、今日はこんな感じで、楽しくね、はい、お話していただきます。また来週もぜひぜひ見てください。はい、皆さんありがとうございました。またコメントをね後ほど見ます。ありがとうございました。あ、まさかのって皆さんありがとうね、たくさん書いていただいて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ラジオも楽しみ、イコアリキャンペーン、はい、はい、さすがの KYC のメイク、これメイクしたんですからね、実はね、はい、ということでございます。はい、ということで、皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。おやすみなさい。はい。